Welcome back。 今回のプラ版は RG144 分の1スケールガンダムバージョン 2.0 を使ってバトルダメージ水没レジンアートを制作します。難易度トリプル S に3度目の正直。それでは一緒に作りましょう。フェイズ1パーツカット。地球圏の皆様お待たせいたしました。今日はこれだ。 RG ガンダムバージョン 2.0。 今回はこのキットを使って水没したバトルダメージバージョンのガンダムをレジンアートで表現したいと思います。詳細は後ほどお話しますが、最高難易度の一発成形で挑みます。これとか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 。このチャンネルプラ版で累計総投資額が79万円以上かけて挑戦してきましたが、今日こそ決着をつけます。それでは早速始めましょう。まずは片刃ニッパーでパーツとランナーの間にあるゲートと呼ばれる細い部分を残してカット。余裕を持って多めに残しておきましょう。続いて綺麗にカットできる片刃ニッパーに持ち替えて残ったゲート跡を再度カット。二度切りで綺麗に切り取っていきましょう。このままではまだゲートの跡がわずかに残っています。さらに綺麗に整えたいですよね。鉄ヤスリを使って残っているゲートをゆっくりと削り取りましょう。パーツを削りすぎないように撫でるように優しく当てていくのがポイントです。パーツの面と鉄ヤスリを水平に当てて削りましょう。このままではまだ表面がザラザラしているので、スポンジヤスリ400、600、800、1000番、これらを順番に使ってじっくり磨いていくと、このようにゲート跡を綺麗に整えることができました。やったね。この工程を全てのパーツで行い、説明書通りに順番に組み立っていきましょう。これで一旦完成。 RG RX78-2 ガンダムバージョン 2.0 が完成しました。今回はまず台座から制作します。こちらが 3D プリンターで用意した台座、そしてエポキシレジンを岩の形に造形されているシリコンパッドに少しずつ流し込みます。素晴らしい。こんな便利なものが売っていたとは、さすがヨドバシ、頼りになる店だ。48時間後ガッチガチにレジンが固まったので押し出して取り出しましょう。素晴らしい細かい造形だ。この岩石用のシリコンパッド使えるね。取り出した岩型のレジンを UV レジンを接着剤代わりに塗って台座に貼り付けます。 UV レジンとは UV ライトを一定時間照射することでプラスチックのように固まるタイプのレジンです。さてここからはガンダムの改造をしていきたいと思います。アンテナを安いで磨いて磨いて、これでどうでしょう。かなりわかりづらいですが、先端が尖ったことでシルエットがビシッと引き締まりましたね。もちろんダメージ加工もこれから行います。外部装甲が吹き飛んだ風にバッサリとカット。全身の装甲も大胆に外していきましょう。フレームがチラリと露出するので情報量が上がってエロいですね。切り飛ばした足の装甲に合わせて金属ネットをカットし、瞬間接着剤ではみ出さないように爪楊枝で塗ってバシッと貼り付けます。うん、いい感じですね。まあこのままではまだ綺麗すぎるので切り込みを多く入れてボロボロ感を演出します。極細のビニールチューブをカット。取り外した左腕の関節を差し込んで固定します。さらにサイズ的にちょうどいい感じの金属パーツを見つけてきたので、これも差し込んで、おー、いい感じに内部の機械が露出してかっこよくなりましたね。シュワちゃんも片腕の方がかっこいいですからね。これはなかなか映えると思います。熱で溶かすヒートアイゼンも使っていきましょう。切るように穴を開けるように、さらには削るようにと自由自在に加工できる便利なアイテムだ。熱で溶けたような表現が最高に相性がいいですね。他にもデザインナイフや鉄ヤスリを使ってワンパターンにならないようにダメージにメリハリをつけていきます。これで完成です。ちょっとこのままだと分かりづらいかもしれませんが、一気に印象がガラリと変わりますので、塗装が終わった後の次の状態を楽しみにしていてください。ふう、今回もいい仕上が、あ、そういえば後ほどお見せしますが、今回は予算がかかりまくった企画なので案件タイム入ります。以前クソデカガンプラミーディアを制作した動画でナッシュ様の PR をさせていただいたんですが、あ、これのことね。プラ版でめちゃくちゃ売れまくったらしく、飯だけにおかわり案件この度いただきました。やったね。みんな買ってくれて本当にありがとう。プラ版の今後の活動のために少しだけお時間をお願いします。すでに大手ストリーマーさんや VTuber さんの動画でご存知かもしれませんが、ナッシュとは今最も熱い冷凍食品宅配サービス、
メニューは60種類あり、今後はさらにバージョンアップして100種類も選べるようになる予定だ。どれを選んでも健康にバッチリ配慮されているので、食生活が偏りがちな一人暮らしの皆さんにもってこいです。あ、俺のことじゃん。なぜそんなことができるのか。ナッシュ専属の管理栄養士が栄養バランス、糖質、塩分に配慮してメニューを制作しているんです。おい、ちょっと何これ。え、この映像は何だと聞いているんだ。ナッシュさんが用意した映像素材です。これではナッシュの魅力が伝わらんではないか。何年足をやっているんだお前は。俺が撮影した映像を使え。よしよし、これこれ。大変失礼いたしました。百聞は一見にしかず、プラ版の誇るシネマレンズでそのまま出来たてのナッシュを撮影しました。まずはご覧ください。これが冷凍食品です。マジで魅力的なメニューが多すぎて、あれもこれもと紹介していたら1時間ぐらいかかりそうだったので、一部だけピックアップしてご紹介します。まずはチキン南蛮。輝く鶏肉とタルタルソースの相性は抜群です。そしてこちらが九条ネギと蒸し豚の塩だれ仕立てだ。うまいぞ、ぜひお試しあれ。とはいえ、いくら栄養価が健康的であっても満腹感がなければ続けられませんよね。ナッシュではお客様の声を積極的に取り入れており、増量を決定。新商品では加減 215g として、既存の商品も全てリニューアルして増量を行っております。まさにおかわり。さらにバージョンアップしました。もちろんメニューの追加や増量をしてもお値段据え置き、値上げはしません。急な出張や外食でナッシュが溜まってしまった場合は、安心の配送スキップ機能もあり、至れり尽くせりですね。操作はマイページから簡単操作で、はい、完了。ユーザーフレンドリーですよね。やっぱり私もそうですけども、一人暮らしで仕事に趣味に多忙な方に特におすすめ。食べ終わったらトレーごと捨てることができるゼロタイマー。美味しく圧倒的に時短ができる。節約できた分だけ趣味に使っちゃいましょう。最後におさらい。市販の弁当では難しい栄養バランスの取れた食事、ワンコインで無理なく継続できる。レンジでチンするだけで手軽に食べることができる。冷蔵庫がパンパンの時など自分のタイミングで配送スキップできちゃう。わお、メリット満載ですね。なんとなんと、今回は、いや今回も超太っ腹な企画をご用意していただきました。それがこちら、最大5000円オフのプラ版コラボクーポンを提供いただいております。初回で6食選択の場合には、1食あたりたったの365円でお得に購入できますので、概要欄のコラボクーポン URL から今回もプラ版のクーポンを使ってお得に手に入れてください。この動画をテレビでご覧の方には、スマホから画面左下の QR コードを読み込んで詳細をぜひご覧ください。美味しくお得に時短してプラモをもう一体買っちゃおう。改造したパーツを塗装前に洗浄しましょう。お待たせいたしました。地球圏最強の洗剤、醤油の出番ですよ。洗浄が終わったらパーツをしっかりと乾燥させて塗装の準備をしておきましょう。フェーズ2、塗装。ここではウェザリングカラーを使います。ウォッシングといって全体のトーンを落としてリアリティをアップさせます。専用の薄め液でサラサラにしたらパーツ全体に塗り広げます。全体のトーンが暗くなるだけではなく、これで先ほど加工したダメージコンに塗料が入り込んで、さらに立体感が増してきましたね。半乾きぐらいになったタイミングを見計らってメラニンスポンジで磨いていきます。面の広いところは明るく、モールドや溝などにはしっかりと塗料が入り込んでいます。このような形で仕上げることができました。先ほどレジンで作った岩を貼り付けた台座もこれから塗装します。まずは全体に隙間がないようにブラックで塗装、塗り残しがないように角度を変えつつ
刷毛で塗るようにゆっくりと塗装していきます。乾燥したらファンデーショングレーを使って岩だけに塗装を施します。この時すべて塗りつぶすのではなく、光が当たっている明るい部分を意識しつつグラデーションで濃淡をつけて塗装していきます。塗装が完了したら上景テクスチャーペイント、ライゾサンドを使って海底を作り上げましょう。筆で岩と岩の間にテクスチャーペイントを塗り広げていきます。これはドロドロのペースト状になっているので立体感が表現しやすく、乾燥後に塗り重ねれば起伏を表現することもできる非常に便利なアイテムです。テクスチャーペイントはこのままでは違和感があるので、こちらももちろん塗装していきます。レッドとグレーを調合した塗料を明るい面に、暗い面にはダークグレーを吹き付けて仕上げていきます。フェーズ3、ドレスアップ。カラカラに乾いた筆で撫でるドライブラシという手法でパーツのエッジにシルバーを塗布します。同じくスポンジでブラックを塗りつけてダメージを強調。さらに爪楊枝でシルバーをちょんと細かいパーツに乗せていくだけで情報量がさらに増してきました。さあ、先ほどの台座の塗装もバッチリ乾燥しておりますので、岩の凹凸にサラサラにした塗料を流し込んで立体感を強調していきましょう。このままだとさすがに黒すぎるので、表面の塗料は軽く拭き取っておきます。これで岩の亀裂やモールドだけに濃いブラックが入り込むというわけですね。仕上げにドライブラシでこれでもかというぐらい撫でまくります。岩の先端エッジを光らせて、これでどうでしょう。非常にリアルな岩場が出来上がったと思います。いい感じでしょう。ガンプラの仕上げにいつものあれを使います。トップコートにはミスターカラーの艶消しスーパースムースクリア、これを最後の仕上げに吹き付けることによって質感がめちゃくちゃ引き締まるんですね。それではどれぐらい変わったか確認しましょう。フェーズ4、組み立て。今回はマジで工程多すぎなんで、組み立てはもうサクッと完成させて次の工程に向かいたいと思います。両足ボディを差し込んで、右腕ヘッドパーツを差し込んで、これでガンプラが一旦完成です。 RG ガンダムバトルダメージバージョンだ。やっぱりフレームがしっかりしているので非常に情報量があっていいですね。破壊表現との相性は抜群です。さあ、ここからが本番です。最終フェーズ、レジン注入。レジンを入れる前にポージングを決めてガンダムと台座をしっかりと固定したいと思います。レジンの比重が重いので、ただ乗せるだけではガンダムがプカプカと浮いてきてしまうんですね。別にドザイモンが作りたいわけではありませんので、 UV レジンを接着剤代わりにしっかりと固定します。レジンに沈める前に筆でガンプラの表面を薄くレジンを塗って全体をコーティングします。塗料が溶けるのを防ぐだけではなく、レジンを流し込んだ際に関節が動いてしまうのもこれで防げるというわけですね。アクリル板を台座の大きさにカットしたら、剥がしやすいようにシリコンスプレーでコーティング、レジンが漏れないように細かく目張りしていきます。エポキシレジンを主材3、硬化剤1の割合で混ぜ合わせます。これで化学反応が起きてバキバキに固くなるってわけですね。綺麗に混ぜ合わせたら真空チャンバーにぶち込んで気泡を抜きます。さあ、いよいよレジンを投入します。レジンを入れた後に一度真空チャンバーでしっかりと気泡を抜なんだ今のは、聞こえてはいけない音がした。ああ、何かおかしいと思ったら枠が外れている。やばいやばい、枠からレジンが漏れ出してきた。どうしてだよ、あんまりだ、ひどすぎる。使ったテープが古くて劣化していたのか、圧力に耐えられずに型枠が崩壊 しました。ああ、なんか昔やったんだけどこの掃除、もういつになったら終わるんだよ。ここで終わりますか。ふざけるな、このプラ板ができませんでしたなんて動画で終わるわけがねえだろ。今回は絶対に海底ネタやりたいの。なんとしてもこの企画を成功させ、3度目の正直。先生、このガンプラまだ息があります。レジンファイト国際条約第3条、完成への夢を持っていれば何度でも立ち上がり制作を続けることができる。型枠のテーピングには最強と言われるゴリラテープを用意しました。もう古くなって粘着力が落ちたあのテープは捨てる、もう二度と使わないぞ。さすがはゴリラテープ、ガッチガチやぞ。これならちょっとやそっとじゃびくともしねえ。下にもシリコンを敷いてコーキングし、しっと綺麗に隙間を埋めて、これで隙間対策はバッチリだ。今一度型枠ができたところで 200g 程度のわずかなレジンを
先に流し込んで台座と型枠のわずかな隙間をビシッと埋めます。サランラップでホコリ対策も忘れずに。さあ48時間後しっかりと最初のレジンが硬化しました。懐中表現ということでレジン用の着色剤で色をつけます。まあ、濃すぎたら見づらいと思うので薄めに青5滴黄色1滴にしておきます。それでは混ぜ混ぜ真空チャンバーで気泡を抜いて今度こそ投入します。ゆっくりゆっくり綺麗に注いで、うん、入りましたね。うっすらと青みがかっていて好みの色味です。ではここでこれまでのおさらいをしましょう。レジンは主材と硬化剤の化学反応によって固くなります。この固くなる工程で熱を発しながら固まっていくんですが、レジンの量が多ければ多いほどその化学反応熱が高くなり、結果としてお湯が沸騰するように泡だらけ、この世の地獄がまさに具現化して失敗に陥るわけです。ものすごくざっくり言うと、適切に冷却できれば硬化反応を緩やかに遅くして安定して固めることができるということですね。約3年にも及ぶ失敗を繰り返し、この部屋のエアコンによる温度管理で製作可能なギリギリのサイズは10cm×10cm× 高さ 10cm のブロックまで。これ以上ですと化学反応熱に冷却が追いつかずに失敗します。限界までエアコンの室温を下げて電気代が 37,600 円も払ったのにこれ以上下げるにはもう冷蔵庫ぐらいしかなあるんです。そこで用意しましたレジン専用冷蔵庫でございます。なかなかスペックの高いモデルを用意してきましたよ。こいつの中に投入して完璧な温度管理でしっかりとレジンを冷ましながら固めたいと思います。48時間後、さあ固まりました。枠を取り外しましょう。これまでの研究成果が今試されます。やったついにやったぞ。素晴らしいバリオデザインナイフで取り払って、ゲル状の大波粉みという水面を表現する材料を使いたいので、はみ出さないようにマスキング。この大波粉みは透明度が高く水面の波などを表現するためのもので、しっかりと乾燥と積層を重ねれば最大 2.5 センチまで高さが作れるようになっています。大波粉みの乾燥を待つ間に台座の外装を塗装します。ブラックとグレーでグラデーションをかけて、ガンダムと同じ要領でウェザリングマスターを流し込んで軽く拭き取る。シルバーのドライブラシを薄めにサササッと軽く撫でて立体感を強調。乾燥した大波粉みをさらに重ねて高さを上げていく。塗料が乾燥した外装を4面にビシッと貼り付けます。最後に輝く銘板を貼り付けて、大波粉みが乾いたところでマスキングを剥がす。最後にはみ出たバリを切り取って完成です。地球圏の皆様、お待たせいたしました。ついにできました。ご覧ください。レジンを一発注入しておりますので、分割して注入した際に発生するような境界線は全くありません。わずかに極小の気泡があるものの水中表現なので、まあ全く問題ないと言えるでしょう。非常に美しい一体成形となっています。4面どの角度から見ても楽しむことができる。これが作りたかった。思い起こせばこの企画を始めたのが3年9ヶ月前。ようやくですよ。ここまでたどり着くのに随分遠回りしたと思いますが、すべて無駄ではなかったですね。ようやく納得できるものが完成したと思います。レジンの着色は予定通り薄めにしてあるので、しっかり塗装も重ねたレジンで作った岩場ですね。こちらも立体感がしっかりと確認することができます。まあもうちょっと懐中レジンの青みを強くしてもいいかなと思いますが、まあ大破したガンダムの外観を楽しむことができるので非常にグッドですね。これ完成記念にプレゼント企画でもいいな。まあヤフオクがいいか抽選プレゼントがいいか、まあこの動画の概要欄でどっちがいいかコメントしてください。もういけるな。ウィングゼロ準備は整った。それでは今回の挑戦は RG ガンダムバージョン 2.0 一発注入水没レジンアートでした。もしよろしければもう一本ガンプラ専門番組プラ版の動画を見ていただけるととても嬉しいです。ナッシュもよろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。